で大阪でそれこそ成り上がりっていうね団体を作ろうと。あれ俺負けたんかなっていう錯覚を思い出きたんですよね。何ですか、僕が言うのもそうでしょ。セカンドさん頑張ったでしょ青木さんの将来言ってた最初だから頑張った。そこそこ負けたと思って2、30秒前ぐらいから全然話といていけてないね俺今年の格闘技は今年別に淡々と流れてったかな。そうですね。でも青木さんがもうなんかそういうプロデューサーみたいな立ち位置になってくれたら、うん、俺すごい格闘技が変わるんちゃうかなって思う。俺全く興味ないね。全く興味ない。でも全く興味ない人がやるから、うん、いいもの作れるんじゃないですか。なんか自分がやりたいだけだし、うん、俺はね自分がやりたいだけなんと、もう別にその儲けたいとかないもん。だからいいもんが作れると思うんです。やっぱ儲けたかったりしたら金に走るじゃないですか、うん、誰もがそうじゃないですか。俺もお金好きやし。でも青木さんってそこを一回も卒業してはるから格闘技一回をすごいいい風に見えてて。やろうよ、田中大がやるでしょ。俺やりますよ、うん、あ、そうですね。俺はほんまもう何回も一緒のこと言い続けて気色悪いですけど、俺11年ぐらいかかったんですよね地方から、はいはいはい、日の目に浴びるのに。だからちょっとでも早くね浴びてほしいなと思って地方で埋もれてるやつらをちょっとでもこうねフックアップっていうか、はいはいはい、ちょっとあれしたいから、うん、まあ今東京ばっかりじゃないですか団体が、うん、だから大阪に帰って大阪でそれこそ成り上がりっていうね団体を作ろうと思って。成り上がりって大会にするの。そう2月5日。成り上がりすごいっすね。やっぱり何よって言ったらやっぱお金じゃないですか、はい、やっぱ俺も青木さんもそうやったでしょうけど、俺デビュー戦1万2000円とか1万7000円か、2兆2000円かチケットね、6000円のチケット2枚もらったりだけやったんで、うん、そんな食っていかれへんじゃないですか、うん、やったらやっぱみんなこう今もプロ安いでしょ。そんなメジャーじゃないね、うん、選手たちって。だからもう一気にドーンとこう100万円賞金で買ったら100万円もらえるみたいな、うん、でその100万円を持ってちょっとでもね自分のこう格闘技のルールは何やねん。ルールはボクシングとキックボクシング。あ、ボクシングもやるんですか。ボクシングもやる。でもボクシングルールって言ったらなんか多分 JBC かなんかのお茶が怒ってくるから、普通になんかエキスパートルールみたいなのやりますけ ど、パンチのみと蹴りありとでやろうかなと。まあね、総合はね自分素人やからできひんから、はいはいはい、そう、それをやろうと思って。2月5日に大阪のどこでやるんですか。ね、大阪のね、イナロックボックスって言って、はい、はいはい、そこでやろうと思ってるんですよね。で、定期的に定期的にやっていこうと思ってます。そこでね名前打ったりしてそういう大きい舞台に上がってくれてもいいし、だからこの素人をメインにするとかじゃなくてほんまにその格闘技を上に、うん、メジャーの舞台に上がりたいっていうやつを選んでいけたらなと、うん、成り上がりをテーマに頑張ってるやつらをやり素人問わずプロも使いたいなと思ってます。青木さん、そういう浩二さんの試みというか取り組みというか、うん、どう思います。その先はどうするの。先とはやるだけ。さっきとかやってスポンサーをつけてやって、うん、大きくしていくとか、うん、こうどうその選手たちをつなげるとか、まあ、団体を大きくしていくというよりは選手を大きくしていきたいっていうのがそれは何、自分のそのマネジメントしていくってこと。いや、自分なんか自己プロデュースだけでこうなったと思うんですよ、うん、周りの人に助けられて、うん、こう全勝できたわけじゃないんで。格闘家って青木さんとかめっちゃ上手いじゃないですか。プロデュース、プロデュースが、自己プロデュースが下手な選手が多いから、そういうのをちょっと助けたい。そう、助けるって言ったらあれやけど支えたいし、ちょっとでもね俺の名前で上がっていってくれたら、縛るとかは全くないし、いやその子はいやもう次この舞台で上がりたいんですっていうんやったらそこにつなげれるように俺がなれればいいなと思うし、まあ、そういう団体ですね。だからもうほんま成り上がりそのまんまで踏み台にしてもらえたらね、踏み台団体。でも団体自体は成り上がりは目指さないんですか。団体自体はもう流れに任す。なるほど。踏み台2期になる。踏み台になる、はい、踏み台2期踏み台2期つけときゃいいってもんでもない。でも青木さん来てくださいよ。おい、ほんまに2月5日ね、はい、来てください。なんか仕事でわーってやります。はい、ラウンドガールとかね。ガールじゃないじゃん。多いな。まあ今ね、そういうのが時代じゃないですかね。だから結構そのなんかおちゃらけた団体にしたいわけじゃないんで、ほんまのちょっとかっこいい渋い団体にしていって、だからこうでかくしたいとかそんなんはないですけど、ほんまにみんながこう出世していくような、別に成り上がりたくてもどうやって成り上がっていくかみんな分かってないわけじゃないですか、はいはいはい、そのちょっとでもね道しるべになれたらいいなと思いやるので、どうか皆さん成り上がりにスポンサーになってください。興味ある方はここまで。成り上がりね、青木さんやっぱそういう若い選手がプロデュースうまくして
出てくようなあれって必要だと思います。結局さ、でもさ、優秀なやつ上がってっからさ、そうですよね、あんまりなんか助けてもダメでしょと思ってるタイプ、ほっときゃいいよ、なんとか強いやつ上がってっから。だから俺がこういう団体を作ったら、その中でもそういうやつが残っていくじゃないですか、結局ね、はいはい、まあ、それでいいんですけど、でもちょっとでも出やすくできるように、まあできたらいいかなと思って、まあ、なんせ俺が11年かかったんで、ほんまに結構きつかった、貧乏人めっちゃ好きなんで、はいはい、いっぱいいると思うんですよね。俺めっちゃ DM 来るんですよ、あの工事みたいになりたいで成り上がりたいけどどうしたらいいですかみたいなのが来るんで、それはもう俺がこういう舞台を作るから、あとは全部自分らで考えて成り上がれと、はいはい、工事みたくなりたいですっていう人が来てもなりたいですって言ってる時点でダメだな。まあね、まあそれは本音の証拠、そうですけど、でも俺みたいになりたいっていう人の方が多いと思うんですよ。どういうことかって言ったら、やっぱり天心たけるみたいになりたいって言ったらなかなかなれないんですよ。やっぱあいつらもすごい努力してると思うけど、やっぱり天才派だからって考えた時に、俺みたいな凡人の方が多いわけですから、日本のね、そういうやつらがちょっとでも上がれるような舞台を作るんで、お二人ちょっと協力してください。やろう、お願いします。頑張れ。誰の誰か誰食いますか。おんな、俺やチーフ、チーフ誰食ますね。MMA 部門やればなってくれます。まあやってください、やってください。じゃあ誰食いますか。シュレック。シュレック。もう成り上がってます。カンバーでシュレック。成り上がってないでしょ、まだ。シュレック。シュレックだよ。うん、ね。シュレックと誰か適当に。シュレック対誰ですか。梅野源氏。肘フル。肘のみ。肘のみ。膝のみ。ああいいね。源ちゃん。ああ今年でも源ちゃんと絡めなかったね。あいつね、ーガード課題は鉄のパンツ履いてる。何がしたいかさっぱり分からへんもんね。源ちゃん。源ちゃん。源ちゃんいいよ。しまいになんかもう、俺なんか、あれ俺負けたんかなっていう錯覚を覚えてきたんですもんね。俺が相手してやるから上がって恋的にやってるじゃないですか。はいはいはい。あれ面白いですよね。源ちゃん。まあでも、誰ですかね、今年の MVP は。今年の MVP は活動機会部分。まあまあ、そう、ここまでですね。そう、今年、誰が。まあ、天心だけはまあ、もう。まあ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 王道ですもんね、まあ、そこを抜いたりとして、まあ、いろんな部門でね、はい、無言でね、はい、ザマッチ以上はないからな。そうですね、選手よ、まあ、選手よ、選手で、選手で、選手だろう。誰、まあ、僕だったらもう間違いなく榊原さんですけどね、今年は。バラちゃんの土下座いろんなね、それも含めバラちゃんはすごいよ。土下座して裁判して営業して興行やってるそうですよ。何やから、僕が言うのも七面ロップだよ。僕が言うのもなんですけどね、どんだけ働くんだって。すごいメンタルだと思うよ。いや、ほんますごいですよ。土下座して、でね、周りの人がちょっとお縄頂戴したりとかさ。鉄板に行きですから、ね、鉄板だよね。いや、ほんますごいと思うんですよね。あのメンタルどっから来るんだろうね。絶対やっぱ近く、やっぱそこは近くで行きたくないもんね。うん、遠くから眺めて見物してたら、ああやってんなと思って。まあ僕なんとも言えないですけどね。一回、社長と青木さんの対談も見たいですね。やりたいな。ねえ、俺結構青木さんと対談してほしい人多いですから、ね、いや、さっき原さんはやっぱこう昔のイメージも全然違うからね、うん、プライドの時とかの方がやっぱプロモーターとしてすげえなと思ったけど、うん、最近はなんかこう鋼のメンタルの強さを感じるよね。まあほんまそうですよね。まあちょっと脱線しちゃいましたけど、選手だと誰ですか。選手だと誰、まあ、ここにいる2人は除い源ちゃん、まあ、そうですね、源ちゃん。ああそうですかね。かー、誰やろ MVP。まあでもガチでいきたいですね、こう面白さとかじゃなくて、やっぱ梅野あったら面白かっただけじゃないですか、じゃなくてガチにこう技術的なねやったじゃないですか、もうすげえなってことをした人。やっぱそうなってきたら直屋井上しかないんか。まあでも1試合ですからね、まだ。マジっすか。今年は直屋井上が3団体同一だけですからね、って考えたらやっぱ俺か。7試合したし、でも半分エキシですもんね。ダンサーもあるしな、無理やり勝ちにしてる人。思い出したくない過去は蘇ってきた。いやでもなんか俺思ったのは、やっぱ今年こう競技的にって言ったけど、この前さ慶安でとノイリとかさ、ヨザとかさ、ヨザいるの、強い子やっぱいるけど、やっぱいかんせん面白くないね、こう喋りが面白くない。強いよでも見に行こうって思わない、うん、だそこら辺がなんかやっぱこうまた変わってきたなと思うんですね。って思ったら難しい、ズバ抜けてわってなんかそう考えると浩二さん候補入ってきますよね。そうでしょ、世界の田中頑張ったでしょ。あの天心だけで覗くと、天心だけでもだから世界の田中はあの1試合じゃあかんから数打ってね、はい、こう上がってきて一番命かけたの俺ですやん。ほんな半分エキシでしょ。
いや先生けどもう体重も格闘技のルールを全部超えてきたわけですから。そうですよね。すげえな、半分以上生きてたもんね。そうそう、ボクシング興行にも出たんですよ俺。もう一回半分以上生きてたもんね。すごい、何回言うねん。だって4試合生きてたでしょ。えジジでしょ、うん、ほんでたた誰でヒロキング、ヒロキング、ヒロキングでしょ。ほんであのシャハン3試合ですね。で梅野でしょ、ダウンサコンでしょ、ソネか。ソネチ去年じゃん、大丈夫。えソネ去年じゃん。ソネさんは去年の11月とか。11月から今11月じゃないですか。はいはい。で1年としたらそうっすな、そうっすな。でヤーマン、あそう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 、めっちゃ勝率いいんですよ。6勝1敗でヤーマンにはボランティアで負けてやったからもう全勝。もう俺な天使、もう俺名誉だ。はい、次の話いきましょう。ヤーマンか、ヤーマンか。じゃあまあせっかくなんで先の話しますか、はい、振り返ったんで次年末年始先、まあ、俺は個人的にやっぱり青木さんの将来今どう考えてはるかっていうのを聞きたいな。俺2人のとこ、はいはい、俺真面目にあのよいよいも好きなことしかやらない。でも好きな人しか、好きなことしかやらないけど、うん、相手選ばないわけじゃないですか。ほんなら次またオファー来て、うん、強い相手やったらどうするんですか。もうやるんじゃん。へえ。でもなんか思ったのはこうもうかっこ悪いなと思ったらやめる。ああもうそれだけ、生き方としてね、自分の価値観で。でもあれ、うん、あれかっこよかったな、あの体重向こうが大はしてもやるよやるよっつって、やるよっつって、あれかっこいいな。えだってさもう仕事だからさ。でもその、うん、俺は自分のその側というかかっこ悪いなっていうかっこいいかっこ悪いのその判断が自分の中の軸でずれたら断るし、でもそういうとこでだってお互い全然逃げないじゃないですか、うん、全然極端に正反対に見えて、でもそういうとこが近いかもしれないです。俺も 100% 受けますもん、はいはいはい、体重向こうが重かろうが。あれでしょ、あの要は自分がかっこいいかかっこ悪いかじゃん。あ軸がね、軸がそのあれがあることですね。で逆やったら俺多分、まあ、せえへんかもしれないです。オーバーしちゃったら、逆やったら、うん、オーバーやっていくら客のこれ客のためにしろよって話になってくるじゃないですか、うん、でもかっこ悪いじゃないですか、失礼、うん、資格ないって俺は思うんで、ちゃんとペナルティを受けてやれへんかもしれないですね、分かんないですけど、うん、ってなってきたらあの子はどうですか平田ちゃんは。あー来た、やっぱ、ね、そうですね、やっぱね鬼メンタル、強い人と。あれはすごい鬼メンタルだ。俺は全く面識ないんですよ、うん、どういう感じですか、なんで。でもあれまず正したいというかみんなに分かっとってほしいの、俺もよく分かってないんですけど、あれはなんかあるじゃないですか、おしっこね、うん、尿の比重と。でも単純に言えば尿の比重も水が抜けないだけだから体重落としていけば落ちんのよ。あいつ3回とかかな、これ3回目か、うん、うん、3回目ですね。3回目だから、しかも連続ですからね。そう連続だからもう普通。理由は何なんですか。ダイエットできてなかったってことでしょ、簡単に言うと。で試合飛ばして普通だったらあのもう死んじゃうじゃん、はいはい、メンタル的に恥ずかしくて、それを俺だったら上着やかわいそうだなと思ったんだよ瞬間。だから心配だなと思ったらやっぱ翌日全然平気だった。ヒャッハーってなってて、試合いやー強い、お疲れ様ですってなって、あこれ強えなと思って、よくよく俺の試合ぶっ飛ばされた翌日に街歩いてたらヒャッハヒャッハ男と一緒に歩いてて、それを俺をドキドキしちゃってあーと思って写真撮ったの。へーあーって。誰やったんですかその男。いるんだよ、真男が。真男がいいんだけど、その真男と写真撮ってたの俺が。カメラが、うん、で走ってきて、で、あー写真撮らないでくださいって言うから、お前もうちょっと喪に服してた方がいいんじゃないのって言っといて、え反省した方がいいんじゃない。アーセンじゃないの。アーセンじゃないんだよ。へぇ、まあちょっとこうイリュージョンが起こったんだよ。キュッて変わった。へぇ、でアーセンでなんかさ、今まではさアーセンのせいにされてたじゃん、うん、アーセンが悪いってなったんだけど、うん、やっぱアーセンのせいじゃなかったっていうのが分かっちゃったですね。女ととか難しいな。えどうなの兄貴の女ととか。いいよ、俺はもう変わらずですよ。変わらずもうアホですよ。何が。俺は変わらずアホですよ。一夫多妻制を目指して頑張ってるんですよ僕は。崩壊制をね、一夫多妻制の党を作ろうと思ってるんで。どういうこと。えいやこの話しますよ。うん、あの俺は一夫多妻制が本当にあるべきやと思っていて、これを俺はマジでディベート対決したいんですけど、うん、なぜないのか。あのね、みんな服着てるじゃないですか。これはあのこれが服を着てなかったわいせつ罪、はいはい、みたいなそういう法律があるわけですよ、はい、だからみんな着てる。だからこれ裸になったらみんな恥ずかしいわけです、うん、
でも原始人とかそういう時代の人で服着てないですから、これはなんでって言ったらそんな法律がないから、みんな恥ずかしくない、それが普通だから父を放り出してるわけです。マサイ族の人もね、そんな法律がない、まだダメですよ、聞いてください。ほんでね、で、だからこれ不倫とか浮気とかそういうのがあるから、うん、やっぱり女の子たちはお互いですけどやきもちというものが出てくるわけですよ。なんでぞ、なんで、だからこれが普通になってしまえば、例えばね、1000万以上稼いでる人は女の子を2人まで、で2000万以上稼いでる人は女の子を3人まで、はい、一応稼いでる人は幸せにできるっていうルールをやるんですよ。まず貧富の差が出なくなりますよね。男みんな頑張ろうと思うし、で女の子もみんなそういうお金持ちに、頑張ってるお金持ちに幸せにしてもらえるから、お金には裕福になりますよね。でしかもそれが普通になってしまえば、やきもちというものは出てこなくなるわけですよ。だからみんなが平和になるわけですよ。さあディベート対決、さあどっちっていう番組で対決もありですね。でも本当そうなのよ。でこれでまた仕事につなげるっていう作戦で、ここで完結してしまったら、はい、じゃあ続きはアベマで、続きはアベマで、はい、ちょっとは脱線しちゃいます、はい、どうしますか、締めますか。そうですね、します。それともちょっとなんか年末の大会の話ちょっとしたいのありますか。年末の大会になりますか。年末の大会はどうですか。なんか俺はだってもうベラートール対ライジンはもうはっきり言って俺はもう全然分からへんからね。ライジンキックがないですね。年末のほら俺が出へんからよ。それが逆に浩二さん的にはトピックスかな。やっぱ世界の田中がいなかったらこうなるわけですよ。あ、でもそうなんだ。それはでもちょっとなんか、はい、やっぱザマッチがあってこれって象徴してますね。ね、やっぱり世界の田中なんですよ、うん、いやそういう話じゃなくてね、うん、やっぱそう思うと雷神のキックって、あの雷神のキックボクシングじゃなくて雷神におけるキックルールっていうのはタレントありきだったんだね。浩二ありき、那須川天心ありきみたいなもんだったんだなと思った、うん、まあちょっとね復旧したいというか、あのいやいや、あれだって俺があの彼とやった時も俺だけでやったっすからね、あのヤーマンとやった時も、うん、去年の大晦日も俺だけじゃなかったヤーマン、ヤーマンね、俺がみんなにボランティアしてるわけですよ、復旧させるために。ヤーマンね、なんかパッと来へんよね、みんななんか止まってるんですよね、ここでやっぱパッとここまで来ないですよね、うん、それってなんなんやろってなった時にやっぱりカリスマ性の差か。カリスマ性って言うやいと思ってたからね。はい、あ、言えばいいと思ってましたね。うん、そう言ったらちょっと笑ってくれるかな。カリスマ性の差、うん、よし、はい、じゃあジョコロドアじゃなくて、全然俺の質問答えてくれないんですよ。来年はどうする、あ、うん、好きなことやらない。来年適当に生きていく。だから青木さんはいつ来時に来るんですか。もう絶対ない、これも、おー、うん、絶対来ない。多分来ないと思う多分に変わってますよ。いやでも本当来ないと思う。あのだって裁判とかやってるとかさ、ちょっとなんか俺それが嫌なのよ。あの感じとかも含めてちょっと信用できねえなって思っちゃうことが多いかな。いい団体ですけどね。ね、それも分かんだけど、やっぱやったからね、やっぱ国内でやりたいこと全部、あ、うん、青木さんがね、あんまりないな。それよりもなんかこの立ち位置をいい形で続けられるようなものを作りたいかな。じゃあもう俺自身に興行していくしかないですね。やるか。はい、浩二さんはじゃあそのとりあえずはまずその2月の興行、次のそうですね、が一番まずはちゃんと成功させたいし、はい、あの言った限りはね、スター選手を作りたいなと思ってます。はい、じゃあ強力な協力者。いやいや嬉しいです、頑張ろう。はい、お願いします。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。ですか、ね、じゃあ締めください。ということで、浩二チャンネルも今回大いに盛り上がったということで、はい、ではまた、はい、あの最後週刊誌いつですか、これいいよバイ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 。ごちゃごちゃ何でもええねん、成り上がりたいやつ出てこい。